勝手に今週の福山大学、どうもクラゲさんでございます。もうほぼ1ヶ月前の話ですね。これ盆明けの唯一の出勤日の話でございますけれどもね、今年は盆が明けた金曜日がね、出勤日だったんですけれども、その出勤日なんですが、なんか盆休みにみんなが有給をくっつけてるからなのかわかりませんけど、ほぼ誰もいませんということで、ほぼ誰もいないということはね、私が仕事し放題という そんなお盆明けのね、日でございました。まあ、ご覧の通りですね、誰もいないんでございますけれども、まあ見ての通りなんかさ、オープンキャンパスがあって、オープンキャンパスの なんだろうねこの会場はこちらといういかにも白々しく、まあその道具が出されていたんですけれどもね、まあそんな感じで、1階の実験室、まあこちら2つ実験室があるんですが、小さい方はよくね教員が使ってるんですけども、こちらも使いたい放題ということで、この素晴らしい顕微鏡とね、そのモニターと撮影機材をね使って、ちょっといい加減溜まっていたクラゲの標本整理のね仕事をしている偉いドクタークラゲさんなんでございますけれども、まあそんな様子をね、ご覧いただきたいと思いますが、これ何倍速だ、この作業計3時間ぐらいかかったんでね、まあ3時間をこれなんだ1分弱ぐらいにね、まとめてあるんですけれども、まあ何をしているのかというと、この手元にあるね、この標本という、まあ皆さん知ってると思うけれども、まあ綺麗に殺した死骸ですね。わかんない方はなぜ天ぷらイソギンチャクなのか概要欄からお買い求めください。まあその標本化されたね、クラゲをすべての種類、まあね手持ちのやつを少なくとも撮りたいやつを撮影するという、まあ顕微鏡はね、まあ他にも使う先生がいらっしゃいますから、まあそういったようなね、競合にならないようになるべくこうやって人がいない時に撮ってるんですけどもね、なかなか、まあ、研究者として大事な仕事なんで、必死でやっているんです。集中するときは集中してやってるよ、まあ、音楽聴きながらやってるけどね、ということで、ね、長らくかかりましたけれども、ようやく仕事が終わったという、ね、服装が相変わらずクラゲ柄だよな、本当にな。腕がパンパンですよ、そんなに筋肉使ってないだろうっていうね、はい、そんなドクタークラゲさんなのでございました。ちょっと短いけどこれで失礼。ご視聴ありがとうございました。